六角大王スーパーは株式会社セルシスで開発及び販売されていた 3DCG ソフトウェアである。1992年に開発され人気を集めたフリーウェア六角大王の製品版である。もともとは株式会社終わり策によって開発及び販売されていたが2011年12月1日よりセルシスへ権利が譲渡され、 同社による開発販売に移行した。2020年6月5日をもって販売終了となったことが同社の製品ページで告知された。対応 OS は MAX よび Windows である。フリーウェアとして大変な人気を誇った六角大王の特徴を受け継いだポリゴンモデラーである。フリーウェア版と比べ圧倒的に強力なポリゴン編集機能を持つほか 多くの新機能が搭載されている。インターフェースは画像編集ソフトに似て簡素で扱いやすい。基本的にモデラーであって統合型ソフトではなかったが、スーパー6から仕上げ表示機能が搭載された。モデラーとしては強力であり、ブーリアン演算や螺旋パイプ等各手裏体の自動生成など多様な機能を搭載している。また、スーパー2から搭載された。 3D 漫画機能と呼ばれる平面の下への輪郭をなぞるとそれを自動的に立体化できる機能やそれを発展させた人体作成機能と呼ばれる人の正面写真から 3D モデルを作成する機能など他のソフトウェアには見られない独自機能を多々、搭載している 3DCG ソフトとしては出力形式が充実しており本格的なレンダリングを行いたい場合などに 他のソフトウェアと組み合わせて使うことができる。セルシスは六角大王スーパーの知見や技術を活かし実質的な後継 3DCG ソフトウェアとなるクリップスタジオモデルの開発を行っている。また開発者の一人である小島をワる作も同ソフトウェアの開発に関わっている。タマソフトウェアが販売していたペーパークラフト作成支援ソフトである。 ペパクラデザイナーバージョン3には本ソフトの機能、限定版の六角大王スパールが付属しており、立体形状データを直接ペパクラデザイナーにエクスポートできた。ありがとうございます。